いよいよメインイベントです。メインイベントはなんとエキシビションマッチ、まあ、これもやはりマサトのイベントと言っていいと思います。マサトとエキシビションを戦うのがシーン・ロパディソン、もうムエタイの超ビッグネームです。現ラジャダムナンウェルター級王者、そしてラジャダムナンスタジアムではスーパーライト級の王者の経験もあります。そして君たちが待ちかねたこの男の登場だ。 Are you ready? Are you ready? Ladies and gentlemen from Red Corner Silver意外と余裕なんですね。そうですね、まあエキシビションですからね。この光景だけはこういう時があっていいと思いますよ、やっぱり。まあ、そういう意味でもホームなんですね、このイベントというのは。まあね、今 K1 がありますから、はい、大事を取って、ね、試合はしませんけど、ね、でもやっぱり彼が出てくるのと出てこないのは違いますからね。そうですね。あ、でも本当にいい顔ですよね。そうです。まさにそのために煙を焚いてますからですね。だってエキシビションがメインイベントなんて私聞いたことありませんから。まあまさとだからできることかなと。そうでしょうね、はい、笑顔でいいですね、すごく。そうですね。大輝選手、まあ、試合終えたばかりですけど、はい、この時もシャワー浴びてすぐ見に行こうって感じだったんですか。いや、前の試合でなんかあんまり思うように動けなかったんで、はは、落ちてましたね。あ、ちょっと飛んでた。そうですか。この派手な空気の中、実は、はい、うわ、見てなかったですね。あ、そうですか。さあ、そのエキシビションながら対戦相手が、原さん、これすごい選手ですよね。すごいですよ、彼は。いわゆる立ち技の最強と言われる中の最強のところですね。最強ですね。もう平会長には感謝してます。あ、そうですか、はい、タイではブワカワより評価高いですからね。そうみたいですね。ノーカーの方が笑ってますよ。怪我しないように。怪我しないように。そんな戦い見せてくれるのかなっていう。いいですね、笑顔で。いいですね。原さん、でも会場の空気はどうでした。やっぱりここまで、やっぱここが一番盛り上がりますよ。そうですね。まあ、ある意味こうファンの方の中には戦いっていうよりもマサトが見たいっていうファンの方もいますでしょうかね。まあ、もちろんありますね。でエキシビションだろうが、まあ、普通の試合だろうがマサトが見たいっていうファンも非常にたくさんの中にいます。まあ、前回もそうだと思うんですけど、決勝戦のワールドマックスの決勝戦の前にうちの興奮があるっていうことで、はい、とりあえずまあ頑張るよっていうようなね、まあ、挨拶も含めてこの時期やってるんで、あ、そうですね、そういう方も多いですね、うん、見に来る方が。まあ、今お話ありましたけども、7月20日ですか、 K1 のワールドマックスの準決勝、準々決勝からですかね、ザンビディスの戦い控えてますけども、原さん、どう見ますか。まあ、一回やってるんでね、どうやるべきか分かってると思います。多分まあ、今回は本当に勝ちをすごいこだわってますから、はい、あ、そうですか、うん、もうなんていうんですかね、もう、まあ、無理をせず勝ち上がっていって、で前回の去年見たくボロボロでね、ブワッカーと決勝やるんじゃなくて、本当のコンディションいい状態でね、決勝戦ってもらいたいですね。ですね。昨日は1回戦からちょっと怪我してますから。そうでしたね。イムチビン戦の時はかなりこう足も痛めていて、しかしながらなんかもう歩ける状態じゃなかったです。言わなかったです。ここまでだったんですか。もう試合やめるかっていう話だったんですから。はあ。でもね、一生懸命、まあ、乗り越えたら勝てる。完封でしたよね。でも試合内容自体は無理をせずにね、もうちょっと筋肉が切れてるんで。あ、そうなんですか。何本なんていうか、その、まあ、人体まではいきませんけど、同じような表情でもう歩くのも一人で歩けないぐらいでしたからね。1週間前ですから。先生がびっくりしてましたよ、本当にこれで試合やらせるのっていう。でもマスコミにも言わず、そうですね、やるっていう本人の意思で、やっぱりなんかそういう隠れたどうしてもマサト選手のこうルックスだったりこう派手なかっこいい部分しか、それはね、見た目だけであってね、やっぱ本質をもっと分かってもらいたいですね。うん、やっぱり自分が出なきゃあそこで、うん、マックスがね、
キャンセルするわけにはいかないっていう責任感と、そういうのもありますから、それを引っ張って強くしてるんですね、まさと。そういうのがあるから強いんじゃないですか。うわ、すごいな、こんな空気なんですね。ダギー選手、はい、そういった意味ではこうすごく身近にそういう男がいるのは刺激になるんじゃないですか。はい、もちろんこう負けたくないっていう部分も出てくるでしょうし、何がでも同じキックボクサーとしてもちろんなんていうかな、ジェラシーの部分もあるでしょうし、こうこいつここはすげえなっていう部分もあると思いますけど、まさファイターとかそういうんじゃなくて、もうあの生命力が強いんですよね、すごい。生命力、はい、だからもう傷の治りとかはもう異常に治りが早いんですよ。あるねそれね。普通にかあの傷口かさぶたになって剥げるまでのあのデータ取ったらすげえわかると思うんですけど、すげえ早いんですよ治りが。打撲とかが次の日に治る人俺初めて見ましたもん。なんかあの原さん、ボクサーなんかはこういわゆるカットとか根性で止めろなんて昔言いましたけど、でも本当にそういうのってあるみたいですね。なんかこう神がかり的な根性じゃ止まらないと思いますけど。でもそういうこう地域的みたいな異常なのが、まあでも雅人選手の場合はやっぱり持ってるものが他の人とは違うし、精神力も違うかなという、ずっとまあ一緒にやってきてますけど、あとすごくねちゃんと練習しますよ。ちょっと頭が下がります、本当に。こう練習量にその練習見た方は驚くって言いますね。いやもう誰が見てもゾッとしますよ。だから本当にこうトレーニングに裏打ちされたの強さなんですね。そうですね。だからトレーニングが十分じゃないとリングに上がりたくないっていう性格ですから。それをプロっていうんですね。そうですね。で絶対ね折れないという、うん。その7月20日の K1、それの準々決勝ザンビディスに勝利すると。まあ、コフィリー・マキ選手かアンディ・サワー選手かの対戦になります。まあ、さらに最終的に勝ち上がった決勝だとブアカオのリベンジもありますし、クラウスの考えられますし、ジョン・ウェンバーなんて強い選手もいますね。今回はもうそうそうたるメンバーなんでね、怪我なく、まあ、ファイナル行ってもらいたいですね。そうですね。でももう存分やってもらいたいですね。今年はもう本当に取れない、取りたいでしょうね、という気持ちが感じてきますから。はい、うん、ここはまだ笑顔も見えますけど、時折ちょっとこうお互い強い攻撃を出してニヤッとする場面もありました。ここでエキシビションマッチ中、終了となりました。ダギュー選手、まあ、K1 に向けてですけれども、はい、マサト選手にどんなところ見たいですか。仲間としてやっぱ優勝するところ見たいですよね。ですね、はい。まあ、本当に万全の状態で決勝を見てみたいですね。そうですね、それですよね、全ては、はい。まあ、3試合ありますからね。そうなんですね。その雅人選手の相手を務めてくれたのがシーン・ロパディソン。ああ、もうすでにいい汗かいたなっていう感じですね。お客さんの前でこれもまた刺激になるでしょう。さあ、では雅人の声もぜひファンの方も聞きたいでしょう。7月20日に大事な試合があるので、ちょっと怪我もできないので、プロ野球選手だったんですけど、まあ、7月20日を踏まえるのは、あの、チャンピオンベルトに負けているので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、7月20日、マサとの戦い、期待しましょう。これで全試合終了いたしました。そしてライブもありました。ハルさん、はい、まあ、スタブルーとしてもこれまたメンバーたちもちょっと特別なイベントなんでしょうね、これは。そうですね、やっぱり、音楽だけじゃなくて、はい、うん、こうやっていろんな人たちがファイターも含めて、一つのものをできるっていう、ね、楽しさを、うん、すごい味わってるし、はい、今後とも続けていきたいです ね。あとどん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 若い選手、はい、どん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 作っていきたいですね、うん、自分もオープンしたんで。あ、本当